さあ、3月10日はマリオデー、oh, yeah. ってことなので、なんか情報が来るのかな。皆さんこんにちは、宮本さん。任天堂の宮本です。こんにちは。今日はマリオデーということで、皆さんにお伝えしたいことがあります。なんだ。私たちは今イルミネーションの皆さんとスーパーマリオの新しいゲームかな、映画に取り組んでいます。なんすか。昨年春に公開したザ・スーパーマリオブラザーズムービーは、映画、2023年のホリデーから今年にかけてもたくさんの方々にご覧いただいています。いや本当に面白かった。皆さん本当にありがとうございます。見ましたけどマジ面白かったですよ、映画のマリオ。今回の映画もザ・スーパーマリオブラザーズムービーを一緒に作ったイルミネーションの主要メンバーと任天堂で協力しながら制作していますよ。おー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 。それではクリスさんにも登場いただきましょう。続編。クリスさん、イルミネーション。 Hello and happy Mario Day to everyone watching. I'm thrilled to be here alongside Miyamoto-san to officially announce our return to Super Mario. いや本当に制作してくれてありがたい限りです。 Our directors Aaron Horvath and Michael Jelinek. マジでそう、生き生きしたマリオ作りが良かったですね。声とかもね非常に良かった。でマリオのそういろんなゲームとかの要素が入っててね、ファンにとってはたまらなかったですよね。え、26年4月3日、おお、2年後ね。オッケー。うわー、2年後か。ありがとうクリスさん。楽しみだな。さあ。新しい映画に関する詳しいことはいつもお話している通り、手応えを感じられる段階になったらお知らせします。続報が楽しみだな。今回はマリオらしい世界をさらに広げて明るくて楽しい展開を考えていますので楽しみにしてください。ってなるとまた変わってくるのかな。ハッピーマリオデイ、ハッピーマリオデイ。おお、ペーパーマリオ来た。え、5月、早い、嬉しい誤算、早すぎる、マジで嬉しい誤算。あと2ヶ月。お、ルイマンも6月。いやー、いいね、ありがてえ。お、そしてお、ドクターマリオ、マリオゴルフ、テニス、12日、じゃあ明日か、いいね、こっちも。